衆議院議員選挙ですね、公示日を、昨日が公示日でしたけれども、まあそういうことでね、始まってまいりましたけどね、やべえ人も僕も、できればですね、このチャンネルで、選挙の様子をですね、演説してる様子を撮れればなとも思っておるんですけど、まあ、いかんせん僕もあんま暇しんではないもんですからね、すいませんね。できるかどうかわかんないんですけども、まあそれは考えておきます。ということで、まあ、選挙始まりましたけどもね、いや、僕はあんまりこの選挙は面白くないなと思ってるのはね、なぜかっていうと、まあみんな同じようなこと言ってるよねって、岸田さんもね、枝野さんも、立憲民主党の方はね、ほとんど、立憲民主党も自民党も、まあ、共産党もほとんどはね、分配ということを焦点になってますけど、全然ね、改革というものがね、一言もないというね、まあ、もう本当に残念な世の中になってしまった。とりあえずお金をばらまけばいいみたいな感じになっているのは、ちょっとまあ、もちろんばらまきもね、大切な時はありますけどね、今のこの日本の政治のありように関してはね、ちょっと悲しいなというふうな、ふうに、まあなんか選択肢がないなというふうに思ってね、残念にも思ってます。まあ、関数割れするのかっていうのが勝負でしょうね。まあ、そのところで終わると思います。